不正に廃棄物を投棄することは絶対にあってはならないことで。この問題は今年4月、熊本市西区土木センターにこのセンターの元職員の男性が無断で立ち入り、止めてあったゴミ収集車に家庭ゴミを不正に捨てたものです。男性はゴミを捨てる際、市が指定する有料のゴミ袋ではなく一般のビニール袋を使っていたということです。市は男性の行為を条例違反だとする一方、捨てたゴミの量は多くなく常習性もないなどとして刑事告訴をせずに口頭での厳重注意としました。